釣れた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 のいいけど。絡んだスクリューに。おやしやし。絡んだんじゃなかった。釣れた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 。おお。うわ。うわ。丸のみ。放置メソッド。どう？調子は？え？楽しい？もう操作覚えてきたでしょ？結構そこのねエレキ線で足でこう移動できるんですよ。それコツがあるのよ。あ、そう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 。あ、竿を踏まないで。竿も気をつけて。オッケー。これのこのスカイフラッシュにね、スカイフラッシュパワーチューンとイグジストででっかいの釣ったら。足を閉じないとね。そうだよ。やりましょうか。午後。午後の午後。ちょっとまだ坊主坊主なんで。ちょっと一匹釣ってください。一匹やってよ。オッケー。全然いいよ。なんで釣れないんだろう。なんで釣れないんだろう。やる気あるんだけど。やる気のある場所いないのかな。やる気のある場所いないかもしれない、うん、雨降ってる。どうしよう。あっちの方が釣れそうだけど。魚釣れないね。今やる気ある場所いねえよマジで。釣れんね。マジでやる気ある場所おらんわ。マジでどこ本当におらん。マジでいいね。やる気ないやつおらんね。マジでいいな。本当だる。釣りたいんだけど一匹ぐらい。ちょっと釣ってよ。バス釣ったことあるの。バス釣ったことある。プロだもん。え、マジでプロ釣ってプロだから。本当かい。食事だから釣り食事と一緒だから。ちょっと今向こう釣れてないみたいで。マジで釣れない。午後なのに釣らんとね。いやマジで釣らんと。うん。釣らんと帰れ。釣るまで帰れないよ。釣るまで帰れませんするから一人で。マジやる？やるやるやつやつ。明日会社休むじゃん。明日会社休む。休んでやろうか朝まで。うん、泊まり泊まり。もう泊まろうよ。徹夜でやるよ。徹夜徹夜。なんか当たりありそうなんだけど。これね多分この根元にでかいのついてんだって。おるかな。今日一回でもなんかビクビクってあった。一回はあったけど、あーっと切れんかったから。あ、釣れんかったね。なんで反応ないんだろう。マジで反応。どう思う原因。原因、うん。原因誰が悪いんだろうね。バスが悪いかなこれ。バスが悪いの。バスが悪いかもしれない。反応が間違いない。ないよね。午前中のあの小バス奇跡だったかも。奇跡の。奇跡の2匹だったかも。奇跡の2匹だった。だって。3人とも釣れとらん。え、本当初めてやったバス釣り。バス釣りは本当初めてやった。うん、ほんで海釣りは、うん、ちょくちょく船釣りとかもしたことあるし。100回ぐらいやったことある。100回はないかもしれない。あ、本当けど、まあまあ行ってるかもしれない。あ、本当。あ、だって投げ方も初めから分かってたんだじゃん。投げ方は知ってる。なるほど。最大のサイズは魚種の。え、わかんない。タイ何センチ。こんぐらい。40センチ、うん、とか。スズキ、うん、とか。あ、船で行くの。あ、そう、船で一回行ってめっちゃ船酔いしたから今日怖かった。今日揺れないでしょ。今日揺れないから全然平気。うん、風がある日は揺れるけど。フライフィッシングはやったことある。なんかこう針に糸巻いて、うん、虫みたいにしてそれを餌にして釣りする。それで飯食ってるわけじゃないよね。それで飯食ってるわけではないけど。まあまあそれやってるね。まあまあやってる。フライフィッシングとタイと。タイも釣った。フライフィッシングで釣ったことある。あ、釣ったことある。な、何を。なんだろう、はい、なんだろうね。何釣ったんだろう。いやいやいやわかんないけど。わかんない。魚を。魚釣った。なるほど。なんだろうね。ニジマスとか。あ、多分ニジマスかもしれない。そういう感じの。山奥行ってやんの。そうそう、キャンプ行ってついでに釣りもするみたいな。あ、だからお父さんの影響で。そう、釣りは今まで生まれてから170回ぐらいやったことある。180回ぐらいやった。180回ぐらいやってる。大体分かってる。うまいもんね、投げ方も。何も言ってない。投げ方見たら大体分かっちゃうと思う。なんかやったことある人なんだぐらい。なるほどね。結構釣りから厳しいから。釣りが厳しいな。どんぐらい厳しいかっていうと、覚悟的には腕切断するレベル。そんなに。そう、左腕を切断しても構わないよぐらいの根性があると、これも点が取れちゃうね。やば
ば。じゃあアンナちゃんは左腕を切り落としてると、いやアンナちゃんまだ今駆け出し駆け出しなかなか反応ないねマジで。全然ない反応、びっくりするぐらい反応したいの。ムカついてきた、若干ムカついてきた、若干イライラしてんだちょっとあの二人盗撮してみるわ。あの二人、うん、何やってんだ怪しい何あれ、あやっとるやっとる、あれ左側の人あれ釣りしてない、もしかしてあれやってないよね、あれやってない、あれダメだよねYouTube 舐めてるよねちょっとあれ舐めてるね、舐めてるね釣りを、あれ釣り舐めてる、もう竿出してない、ちょっと一回ね説教しとくわ。あ釣りを舐める、もう YouTube 舐めるなって、本当舐めてる、舐めてる舐めてる、許せないよね。どうしたどうした、ちょっとあのリールの中が絡まって、うん、あのあんまり飛ばなくなったんですよ。あだから投げてなかったんや。今二人でさ、うん、こう望遠で見てたらさ、石山さんボケーっとしとって二人で言ってたんだ、何やってるんだと釣りを舐めてんじゃねえかと。いやいやさっきあのアンナの噂話しとったら聞こえたよ。何噂話って、アンナがどうこうでこうでこうでしてないよ、してない、してないよね。いやいやいや、すごい怖い、何そうそう、だから今石原さんが釣りしてねえんじゃねえかっつって結構毒で毒吐いてたこの人すいません、もう釣りな YouTube 舐めんじゃねえって言って、あの釣るまで帰れねえんだぞって家今日もこれ何坊主のままそのまま帰宅できねえぞっつって徹夜するって言ってる。ただ僕前来た時に、うん、カメラに映ってなかったですけど一匹釣りましたよ、うん、まあそれは前や前、もう今日はもう帰れないよ、いや 朝まで、うん、もちろん。あでも天候がちょっと良くなってきた、そうそう、で4時までだから ね、はい、ね、で4時終わっても釣れなかったらもう朝まで。えでもえ今日何 3時に終わるとか言わなかった。いやもういい、あの2人ちょっと、うん、もうここの人切れてるかもしれない何帰れないっつって、うん、そうそうそう、明日仕事なんですけど、違う、あ絡んでんの、絡んでる、直して直して、あなんかそれね、足に何がついてるぞそれ、ケツに何ついてるの、それ毛みたいなのついてる、ちょっと そこそこ何、何その糸みたいな何やこれ、どこそ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 こケツケツもうやってんのこれ、取って取って、えどう、さあ持ってほしい、ちょっと今ちょっと石丸さん指導しといて、指導あんなちゃんに任せる、あんなちゃんに任せる、任す、全然反応なくて腹立つな、ほんと釣れないね。ここまで人間がバス触れないとかあり得る、どういうこと、だって、うん、せっかく尾翼まで来たのに、うん、1クラスの人間だったらまあ魚なんて、ね、何匹でも釣れるのなんで釣れないかなまあ厳しいんだよ、まあ、こんなもん厳しいね、うん、腹立っていいだ、うん、バスに厳しいわ、なめとった、マジで食い気のあるやつおらんかな、本当にやる気のあるバスがね、やる気のあるバス、うん、いないね、やる気のあるやつが、マジでいない、あれ釣りしてないか、ちょ待って待って、舐めとる、また釣り、ちょっと見てみるわ、拡大してみるわ、拡大してみるわ、待て待て、あれ遊んどるら、あれ多分、あれ右がどっち、右アンナちゃんでしょ、えどっち、どっちがどっち、あれ投げとる竿、持っとる、竿持ってない言われたら、二人とも、二人とも持ってない、いやいや持っとるでしょ、誘われてるだけじゃん、投げてんじゃないの、船の上誘われとるんじゃないの、あれ持ってなかったら説教した後で、持ってなかったら説教だ、説教だよね、釣り舐めてるよね、舐めてる、釣り YouTuber を、うん、船乗っとるだけだもん、ほう観光しに来るだけだもんねあれデート気分でいるんじゃない、あれそうデートしてる、あれなんかそういう雰囲気あるよね、うん、さっきもなんか船乗るときあの手持っちゃってなんか乗ってくださいみたいな、あ、そういう感じ、あ、そういう関係だったの、ちょっと勘違いしてるよね、いやっとるな、釣りやっとるやっとる、あれやっとるわ、やっとるね、うん厳しいね、だけど厳しいよね、あのあった、いや全然ないですよ、ピクピク来ないですね、な い、はい、厳しいね、でも一匹ちょっと釣りたいね、
天候的にはいいんでしょ、この天候が。釣れそうな雰囲気なんだけど厳しいですね。当たった当たった。いや、食ってたんちゃう。じゃあ本当いい加減にしてほしいよね。何が、え、どうしたん。遊んどる。あ、腹立ってきた。遊んどる。あの、釣りに対する思いが弱いんじゃないかっていう。弱すぎる、熱が弱すぎる。ちょっと移動しようか。じゃあちょっといい加減にでかいの釣らんとね。ちょっとでかいの取らんと、せめて40以上取りたいな。なかなか難しいんだけどね、この奥琵琶湖って。ちょっと今もうそろそろ釣らんとやばいよね。釣りたいんだけど、反応ない。反応なし。ワーム変えてみたら。変えようかな、うん、え、何当たりそうなやつ。ブルーフラット。どんな。お、すげえ。めちゃめちゃ釣れる。つけ方わかる。つけ方多分わかるけど。あ、ほんと。あ、じゃあつけて。これ、あ、バレたか。ちっちゃいのが食ってきたな。反応ある。ない。食った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 。うわ、ちっちゃいわ。10センチ。ちょっとエマとマーローモンが坊主でちょっとかっこ悪いよね。あの YouTube 初登場で、帰れん。今後 YouTuber になるってことみたいなんだけど覚悟のほどお願いします。あ、覚悟はめちゃめちゃあります。あ、もう腹は決まった。僕は YouTuber になる。マジで。釣れた？いや、釣れてないです。全然。え、アンナさんは釣れましたか？石原さんは？二人とも釣れない？釣れない？やばいね。どういうことや？え、こっち、え、こっちも、え、こっちも釣れてるよ。釣れたよ、そうだ。え、こっち全然釣ってるね。もう釣れたよ。な、本当に？うん。嘘つけ。嘘だけど。嘘だけど。嘘だけど。見てたぞ。釣らんとやばくね、そろそろマジで。そうそうそう。結構あの、釣りたい意識が強いかも。釣りてーって言って。まあまあ釣りたいって言い続けて。カメラが回ってないように、釣れて釣れてってぼやいてる。俺は。釣りてーって言ってる。あの、僕は帰りたいんですけど。何？ね、今何言った？何今何言った？ちょっと体力的にも限界が。どう思う？ちょっと釣りユーチューバー舐めてるよね。舐めてるね、ちょっと。うん、やっぱ釣りたいよね、日々は。当たり前。とかこのユーチューブ見てる人に言いたいんだけどさ、うん、マジでやる気のある魚探させてもらいますよ。笑っちゃってる。笑っちゃってる。いや、楽しい人だね。釣ってください、じゃあ。あ、釣りますよ。なんて？だから、うん、釣れないと楽しくないじゃん。うん、だから釣りたいやん。あ、できれば大物。マジで厳しいわ。うんともすんとも言わない。まあ、いつもの奥琵琶湖だね。ちょっと釣ろうか、一匹。じゃあ、マジで釣りたいんですけど。釣ろうか。あんな、釣れた？釣れた？釣れた？釣れんな。釣れんよな、これ。なんかね、かじってる感じはあるんで。そう。雰囲気ね。そう。かじってる雰囲気はあるんだけどね。でもね、もうなんだよ。もうってやめて。だからもうなんだよ。マジで、もうだよね、多分。いや、もう時間がどんどん迫ってきた。もう3時。4時までだからね、釣りできるの、ボートは。はい、ということで、ありますけど。坊主っていう坊主3人組が帰るようになりました。失格です。あの、じゃあ自分はね、あの、釣るまで帰らないんで、このまま。さすが。明日も。明日も。じゃあまた。またリベンジということで、今回は。すいませんでした。じゃあ次はやる。ミノーでも投げていこうか。巻いてたら釣れたぞ。巻物で結構いいサイズだね。おー、巻きで。おー、でかいでかいのか。巻物で来た。
一発だわ。波紋立ったから起点を聞くし、巻き込まれてた。来た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 。今日最大。おお、めちゃくちゃ低い。めちゃくちゃ低い。いけるかな。お。やっとやっと。巻き込まれて。用釣り身の。何投げても釣れなくて、巻いたらちょっといいサイズ。オッケー、めっちゃくちゃ引いた。ナイス。ちょっと気をつけてね、パワーあるから。ちょっと危ないよ。手術手術。オペオペです。傷はよいしょ。全然ないから悲しいけど、ちょっといいサイズだったよ。ちょっと気持ちよかった。ナイス。オッケー。おっしょ。おっしょ。オッケー。気持ちよかった。ナブラ打ち成功。この今一番釣れてるミノ、用釣りミノ。ほら、もう騙されちゃうよねこれ。用釣り身のこの動き見て、これは騙されるわ。いくらすればすでも、ほら世界で一番釣れてるかもな、これ今。なかなか厳しいね、琵琶湖。まあでも釣れたからよかったよ、一匹でも。釣れるまでね、巻き倒せばいい。釣れるまで。とりあえず釣れなかったら、釣れるまで投げ続ければいい。やっぱ諦めるとダメよ。釣れるまで。粘り粘って一本。これはいいぞ。よし、一本で。うわ、ハスか。バスだと思った。バスだと思ったけど、なんかちょっと微妙に違うと思った。ハスだわ。はい、皆さん、これ琵琶湖のハスですね。このミノ気に入ってきたな。この用釣りは釣れるぞ。ハスくん、ありがとうね。大丈夫かな。気が、あ、ちょっと血が出ちゃったけど。大丈夫。復活して、復活して。おーし、復活した。深く飲み込んでなかったから、ただ前歯にぐっさり刺さってたから。諦めたら釣れないからね。ミノで今コバスを2匹釣って、あとハスのコバス1匹。来た来た、でかい。ちょっと待って、うわっ、ちょっと待って。来た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 、ついに来た、ついに来た、ついに来た。うわ、待って、これでかい。よし、ちょっとカメラ止める、カメラ。マジ今ビビった。川が琵琶湖に流れてるから、流れるのってかなり強いバイト。50ぐらいの濁りバスかと思った。でも気持ちよかった。ちょっと感動した。ありがとう。バレないでね、俺の指数になっちゃうし。この
海の反応いいな。さっきからね、もう動画撮るのめんどくせえなと思って、ハス連発のパパーンと釣れて、ビッグバスと思ったけど、ああいうカラーが効くのかな。ちょっと怪我しないでよ。俺の指に刺さっちゃう。ああ、怪我しないでよ。取ってあげるから。よし。逃げなさい。